うんしょっと。ふう、こう青空広がる平原の下で豆を育てるのもいいなぁ。魔法の森じゃ育ちにくそうだから、ここ減った甲斐があったぜ。育つのにも時間がかかりそうだけど、きっと美味しい豆がどっさり取れるに違いないぜよ。考えるだけで楽しみが。普段こんなことしてないだと、バカ私だってこういうことをする時だってあるんだよ。育てたい気持ちがあるならやってるだろうよ。ま、植えたから何にも心配はないぜ。毎日水をあげたり、肥料を足してやれば、すっすっと育つわけだぜ。朝顔を観察するのも得意だが、豆も得意かな。ああ、早く育たないかなー、なんだろう。今植えたばっかりなのに、こんなに早く育ってほしい感やばいわ。もうやばい。さーて、何週間かは経ったぞ。育っているかなー？なんだよ、これー。マジでなんなの？私は豆を植えたんだよな。なんで豆を植えた上に変な看板が置いているんだ。おい。看板が喋った。そこにいるんでしょ？その豆を植えたんでしょ。むよく見たら看板が喋っているのではなくて、看板の前から聞こえるなぁ。こないのなら、僕から連れ込んでやる。おわ。なんだなんだ。ふふ、やったと。おやぁ、なんだとっても可愛いじゃないかい。そうか、君がその豆を育ててくれたんだね。恩に着るよ。で、その豆を植えた暁には僕の可愛いベッドにしてくれようじゃないか。だはは。おんぎゃあ。こんなバカでっかいのが先ほどの声の主。こいつは、化け物だー。逃げるが勝ちっつうのー。あ、どこへ行くんだ。僕の可愛いベッドちゃん、逃がさないぞー。こいしベラ、てうか、イム、マツヘロ、エムロ、オスイファイ、サム。じゃ、マルヘ、ふざけてないで、何があったのか教えて。巨人か。巨人かセリーグじゃなくて、パリーグになってしまったー。ならねえよ、僕の巨人かい。とにかくその巨人みたいな奴が私を捕まえようとしてきたんだぜ。小石、助けてくれ。巨人、今の言えないっしょ。ダイダラゴッチなの間違いでしょ。ダイダラゴッチも巨人じゃねえか。うて、その巨人はどうしたのよ。平原で巨人に追いかけ回されて、助けを求めにお前のところへ来たんだよ。なんで私なの？他にもいるでしょうか？だって、お前は何でも助けるマンとかいう肩書きがあるだろう。だからだ。それこそが正義のヒーローさんなんだろう。そんな肩書きねえよ。ていうか私は女の子よ。失礼しちゃう。ま、どの道来てもお前に不服を着せられたもんだ。だから小石よ、約束してもらうぞ。聞いてない。なんで私がそんなの見合っているのよ。それにあなたは何をしでかしたのよ。なんで巨人なんかに追われる羽目になったのよ。それこそがあなたに関係しているんでしょ。別に私が悪いわけでもないんだし。お願い、助けてほしいのよ。私はただ豆を植えただけで、おかしくも巨人に追われるだなんて夢にも思っていなかったことなんだぜ。私だけじゃ、巨人に抵抗することもできん。だから、お前の助けも必要としているんだよ。そうか。おい、そこにいるだろう。逃がさないよ、僕の可愛いベッドちゃん。今のがその巨人。そうだぜ、その巨人は私らよりもはるかにでっかい巨体をしてる。だから逃げようとしても簡単に捕まってしまうぜよ。ふふ、
そこでこそこそお話をしているのかい。君はなんでそう怖がるのかね。ねえ、僕は君を倒したりなんかしないよ。君にお礼をしたいんだ。お礼。ああ、君にお礼をしたかったんだ。僕の大切な豆が自分に落ちたとき、君が育ててくれていたいだろう。コツコツと毎日、それに感謝しているんだ。だから、出てきてほしい。もっとお礼したいかな。わかったぜ、小石。お前も上を見ろ。捕まえた。暗い、どこなのここ、暗いぞ、何も見えんぞ。どうやら、私たちはあの巨人にまんまと騙されたみたいや。私たちはこのまま家に入れたみたいや。今からあったかいお湯に入れてあげるから。いやだ、出せ。マリサ、そんなに抵抗してもダメだよ。この子の前で、私はより数十倍の大きさがあるわ。出ようにも出れないわ。ここはどこ？私らは小物の入れに入れられたんだよな。その間に意識がなくなってて。まさかあの巨人の家？その通り、ここが君たちの新しいお家だ。そして主がこの僕だ。今日から一緒に生活しようではないか。でも手荒なことをしてしまったね。でもこうするしか君たちを運ぶことができなくてね。まあ、怪我とか負傷しているわけでもなかったから、よかった。あ、ご飯も何もかも全部主の僕が用意するのね。君たちが心に来まで満足させてあげるから、夜明けまで付き合ってね。おんじゃー。草原で見た時よりはるかにでっかい。小石、ここはガチで巨人の家だぜ。私たち小物入れに入れられて誘拐されたんだ。私たちをこんなところでペットにして、心に来まで何かされる？何かされるって？何よ？私たちはこの巨人の食材、つまり人肉、にされるのよ。きっとそうに違いない、ペットとかいい、人肉にするための素材として扱われているんだぜ。わあ。そんな話あるわけないでしょ。おとぎ話の巨人って、人間や怪物を食らったりするの、聞いたことがないわよ。おや、そこで何々話しているのさ。逃げる気なのかな。ダメだよ、君たちペットでしょ。でも逃げれないよ、僕がいる限り。小石よ、この巨人は私たちをここから逃がさないようなこと言っているぜ。どうする？逃げ道を塞がれているような。落ち着いて、私からは見えているわ。簡単よ、この巨人が寝ている隙に逃げ道探して脱出すればいいのよ。そう焦ることがないからさ。ああ、なるほど。っていうか、力な作戦だな。巨人の声がしなくなったわね。マリサ、いい？あと関係ないと思うけど、小石は CD を踏みつける行為は良くないと思わない？巨人なら踏みつけてもいいけど。何故にこのタイミングで21日の話題のニュースを出すの？いやー、気分がほぐれるかと思ってな。ほぐれるか、っていうかこの動画と関係ないでしょうがよ。みんなバカな話は置いといて、さっさと脱獄するわよ。うわぁ、いやただ、あれれれので、お、僕の可愛いペットちゃんたちの姿がどこにもないぞ。どういうことなんだ。まさか逃げ出した。ノンノン、この家の先端から塞いだわずなのに逃げれるわずがない。でも姿がない。戻ってきておくれ、僕の可愛いペットちゃん。その後、もう一度豆を植えたところへ行ってみたんだけど、何もなかったんだぜ。まさか、
あの出来事自体が夢だったのだろうか。でもなぜか記憶には覚えがそれなりにあるのは確か。現実とおとぎ話が交差すると、幻想も現実も本当の答えを教えてくれるわけではないのかもしれんな。世の中は今もミステリアスでありふれている。文明をも栄える人類の宝庫だ。夢なんかじゃないんだよな。